どうも、ハマの YouTuber 宮野です。今回もプロスPSやっていきます。ってことで、ドリームキャラバンの、キャラバンボックスを引いていきたいと思います。はい、とりあえずね、ノルマの実習は終わらせてね、 S ラン契約書はゲットできました。で、今回ね、キャラバンメダルが 11,595 あるので、386連ですね、やっていきたいと思います。で、狙うはもちろん1等の 30% 契約書ですね。で、1等から6等をね、全部引く場合は464回ね、回さなきゃいけないので、まあ、今回386連しかできないんでね、もしかするとね、運が悪ければ出ない可能性もあるんでね、まあ、1等出ればなと思います。では行きましょう。でも A ランク契約書とか出た場合は、 A ランク契約書とか先に3枚出た場合とかもね、ちょっとリセットも考えたいなと思います。さあ、いきなり A ランク契約書来たよね。さっきいいんじゃない。エナジーもいっぱい欲しいところですね。一応累計の10周は11エナジー使って終わらせました。ちょっとだけ足りなかったよね。まあでも結構サクサクできた方だとは思う。まあ、運がいい人はね、エナジー使わなくても終わらせることはできるとは思います。うん、若干足りなかった今回。おお、すごい、エナジーが 5個一気に来た。いいね、エナジーも大事だよ。もうアニバーサリーでね、いっぱい使っちゃったからね。そう、でもここまで結構いいガチャ、おびっくりした。 A ラン契約書いいね。ここまで結構いいガチャいっぱい来てたじゃないですか。その外国人 OB とか、まあ、アニバーサリーもそうだね。A ラン契約書来るねってか、今回どうしようか。ちょっとリセットしようかな。リセットしよう、これ一回。いいね、まだ 30% 出てなかったんですけど、リセットしちゃいましょう。そうで、何話そうとしたんだっけ。そうだから、ここまでいいガチャいっぱい来てたじゃないですか。で、次選択契約書来たらもう終わると思うんですよね。その流れが、いいガチャの流れが、まあ、もちろん OB とかも来るとは思うんですけど、まあ、じゃあ次どこを引くかって話なんですよ。そう、まあ、選択契約書は間に合わないんですよね。僕222しかないんで、エナジーが、まあ、頑張って溜まったとしても20連がいいところかな、引けたとしてもね。なので、じゃあ次どこで60連とか30連引くのかっていうと、 A ラン契約書来たね。まあ多分、もしかしたら今年ワールドスター引くかもしれません。うん、まあ、大谷、菊池雄星、ダルビッシュの組み合わせによってはね、ちょっとワールドスターも今年ワンチャンあるんじゃないかなと思ってます。うん、ワンチャン引いてもいいんじゃないかなって気はしてますね。さあ、ってことで A ラン契約書もうすでに4枚来てますけど、いいんじゃないでしょうか。 30% も1枚引きたいよね。うん、いつも例年だとね、ワールドスターなんかも無視して、去年は選択契約書とあと OB3 段引いてたりしたんですけど、また A ラン契約書来た。今年ちょっとね、OB の方はあんまりガチャ引かなくてもいいかなとか思ってます。うん、まあ、アニバーサリーでね、いい先発いっぱいゲットできましたし、外国人 OB をね、レオン選手、お来たー、 30% 来たー、レオン選手で、レオン選手の話したら 30% 来てよ。いいね、来たね。はい、ってことで、A ラン契約書すでに5枚引けてますし、30% も出たんで、2回目のリセットしましょう。来たね、リセット。リセットじゃないや、30% 契約書。いいんじゃない。で、なんだっけ、何話したっけ。そう、レオン選手とかね、引けてるんで、まあもう OB はね、ちょっと累計だけでいいかなと思ってます、今年は。また A ラン契約書来た。引きいいんじゃない、今回。そう、まあ OB 無視して、ちょっとワールドスターにね、ちょっとガチャのエナジー使って、大谷選手、極みで持ってるんで、継承狙いしようかなとか考えてますね。もうダルビッシュ、大谷レベルはちょっと、限界突破工事使うよね。で、あと僕、日ハム枠ね、まだ持ってないんで、いい選手。そういった意味でも、ちょっとワールドスターの日ハム、大谷、ダルビッシュの2人はね、手に入れば使っていきたいところですよね。はい、そんな感じでちょっと喋ってたら、残り10連1回ですね。びっくりした。あっという間ですね、意外と。お、来た 30%! マジ？びっくりした、最後の10連で、まさかの2回目の 30%。神引きじゃない今回。かなり良かったんじゃないか。リセットもね、結構計画的にやったら、しっかり出ましたね。S ランク 30%、あと A ランク契約書もなかなか。はい、そんな感じで、380連くらい終わったのかな、これで。で、何枚出た今回。30% は2枚出ましたね。で、A ランク契約書も、あ、リセットするの忘れちゃったってか。リセットしようか、1回。とりあえずしよう。うん、まあ、あと3回しか引けないけど。まあでも A ラン契約書も6枚くらい出たんじゃないかな。
って考えると結構運良かったんじゃない。はい、ってことで最後ちょっとリセットしたけどあんまり意味なかったかな。あ、 B ラン契約書、まあありがたいですね。はい、そんな感じで喋っていたらね、あっという間に386連終わってしまったんですけど、何がもらえたかね、プレゼントボックスで確認していきましょう。はい、ということでプレゼントボックスなんですけど、一括受け取りやっていきましょう。ドリームキャラバンの報酬だね。あ、ちょっとエナジーとかは若干混ざってるんですけど、ここに受け取っていきましょう。マイナス5すればいいね。はい、ってことで95エナジーもらいました。5エナジーはね、ちょっと累計のものだったんで、まあ、約ね、ドリームキャラバンのキャラバンボックスだけで90エナジーもらえた感じですね。はい、で、A ランク役所何枚もらえた？これか、ドリームキャラバンのキャラバンボックス1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、6枚ですね、A ランク契約書で。 30% 契約書2枚もらえましたと。で、 B ランク契約書が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 枚ですね、 B ランク契約書。 B ランク契約書24枚 A ランク契約書6枚、 S ランク 30% 契約書2枚が、ドリームキャラバンのキャラバンボックス386連で手に入れることができました。なかなか引き良かったんじゃない。ちょっと今回計画的にね、リセットも押せてたんで、まあそういうのもね、結構いい方向に出たんじゃないかなと思います。はい、まあとりあえず今回ね、もらえたこの B ランク契約書、 A ランク契約書とかはね、シリーズ2移行後にね、引きたいと思います。 30% 契約書もそうだね。うん、ちょっと契約書祭り来月分楽しみですね。11月分、はい、お楽しみにお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のプロスピエース、また他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。